いやあ、せつなけで言うよ。色欲、夢見ているわ、夢見ている。特別編、人形事件、全編。ということでね、今回の色欲は特別編です。何が特別編かって言いますと、えー、2年前に色欲が公開されて、当初の第一話ってね、今はあの確か、えーっと、高校の女子高生失踪事件だったと思うんですけど、 それじゃなくて、それよりも一つ前に人魚事件編っていうのが第一話にあります。俺も実況したことあるんですけど、その第一話、本来の第一話の人魚事件編を一回作者さんがあの非公開にして、一年間作り直し行ったらしいんですよ。その結果生まれたのがこの特別編です。つまりは完全体。第一話の完全体がここにあるわけですね。<laughs> なんで人形、過去人魚事件編を知っとる人も、 新しく作り直されたことでホラ,ーホラーのレベルをさ極限面で高めたらしいですからねもう 2, 2度目の人魚事件編を楽しめる内容となっておりますし漆欲のもう一番最初の話なんでこれから漆器欲しろうっていう人にもおすすめだそんな作品になってるかと思います俺も楽しみで仕方なかった1年前から作る夜って作者さんが言おったもんな楽しみで仕方なかったやります このゲームの作者さんのすごいところはさ新しい作品が出るたび出るたびさ映像のクリクオリティが高くなっていくんよな2年前のさ最初の人魚事件編にはこんなん考えられんかったってぐらいの映像がどんどん出てきてますこれは愛、はい、してる の響きだけで強くなれる気がしたよ突然スピッツ出てきたわ <laughs> 意外なところでスピッツ出てきたんやけど <laughs> あと歌詞の出るタイミングとさ歌のテンポが全く合ってないっていうね <laughs> ちょっとシュールなところができましたがコーションホラー表現が含まれているので苦手な方はご注意くださいこの物語りはフィクションです 実在する場所団体とは関係ありませんこのさんうえい <laughs> あ,あこんにちはあどうもはい、はいあどうもはいあどうもどうも <laughs> 誰だよおバスの中か なき母,母から霊力を受け継いだ怪奇探偵だあれこの怪奇この時点でもう怪奇探偵なのよったっけえ大地はちょっと見返したくなってきたな今頃今頃大地は本当の大地は昔の大地は見返したくなってきたなお前あれこの頃から怪奇探偵って何をよったっけなえ <laughs> 俺怪奇探偵で乗り始めたんってシザーがある事件のあたりからじゃなかったっけって思い始めて彼女は 妹のユみるなナ俺と同じく母から威力を受け継ぎ手助けをしてくれている亡き母メみみコはテレビで活躍する占い師だった。 母親は人々に例の見る夢に近づいてはならないと伝えてきた。例の見る夢とは人が死んだ時に作られる例の世界のこと。それは生前の記憶に沿って作られるため、例の見る夢と呼んだ。俺たち兄弟は母から特殊な能力を受け継いできた。 俺には夢に入る能力、ドリームリンクが。ルナには、俺を夢から連れ戻す能力、赤い糸の呪いが受け継がれた。母が亡くなった後、俺とルナは二人で暮らしていた。そして、夢見の力を使って、霊が引き起こす心霊現象を解決してきたのだった。そうよ、第一話はこう。 解決するつもりでガンガンす、うーん、頑張りよったんやけど、第2話のあの、女子高生失踪事件の時に、あの、ちょっと挫折を味わってもう解決するのはやめようって一回思うよな。これまでの作品知っとる俺としてはこんな感じ。これは、俺が高校を辞める一年前。高校二年の夏の出来事だ。 ここを辞めるっていうあたりがさもうちょっとリメイクしたっていうリメイクしたから先の話知っとる人向けの言い方なのよな俺たちはある事件を解決するため高速バスに乗って移動していたある日ネットに投稿された恐ろしい動画が話題を呼んだあそうじゃそういう感じだったなタイトルは人魚の にゃえジン、人魚か人魚の歌その動画にはおぞましい顔の人魚がこちらを見つめ歌う姿が映っていた伝承の生き物人魚その歌声には男性を魅了し自らのもとへ引き込む魔力があるというそうそうそう人魚事件編ってこういう始め方だったよなこういう感じだったよなストーリーって思い出してきた ネット上では、この動画が注目を集め、人魚の歌を聴いた男性が、彼女を触して徘徊を始める事件が、全国で相次いだ。ほそう。これ、YouTuber かって。人魚のことを YouTuber かって言いよったよな、確か。当時、俺。<laughs> 確か2年前の俺、そう言いよったよな、確か。<laughs> 人形も YouTuber 始める時代になったんかみたいなことを言うよったな <laughs> 思い出したわ思い出したわ2年前の俺のこと <laughs> もう言うたなそういうこと言うたな <laughs> そんでファンがさ彼女の,の住所を求めてあるつ <laughs> っているみたいな感じで言おったような気がするわ <laughs> 懐かしいな <laughs> 2年前のよな歌を聴いた男性は動画を見終えてしばらくすると 状況を取り戻すようだが徘徊した人のうち何人かは行方がわからなくなり失踪者となったある時人気の居場所として宇ツ村という群れが特定された <laughs> 特定中強いなおそらく歌の影響を強く受けた失踪者はこの村まで行ってしまったのだろう俺たちは特定された情報を頼りに うつ,ぼらむうつぼ村へと向かっていったお兄ちゃん考え事ああ何気にさあのに昔の人魚事件ってねあのおい あの,旅館,はは、はい、ああの旅館のちょっと手前まで歩いて始まるところだったんやけど今回バスの中高速バスの中からちょっと前のさらに前の話から始まるんやなネットで人魚の歌が拡散され多くの男性が歌の呪いにかかってしまった失踪者はウツボ村に向かったのだろう親たちは人魚が作り出した夢の世界に入り 失踪した人た人ちを助けけ出さないといけないいいとでもどうして人魚が山奥の村に考えすぎるのもよくないよお兄ちゃんグミ食べるグミお魚の形のグミだよいただきますおいしいうまい。 まあまあ、人魚っぽい。人魚っぽいで <laughs>。これから行くところのことで、人魚って考えてしまうタイプだな人魚、人関係ないやん、今回。グミだから人関係ないんだけどな。うん、人魚っぽいって選択肢あるけん、ちょっとこれで答えとこう。魚の形が、あの人魚を思い出すな。そんななんじゃくちゃダメだよ、お兄ちゃんハハハハスポコンアニメの妹キャラみたいになってきたよ、お前。ダべちゃえうっ、うわっ、うっ。 えらいよ、お兄ちゃんピンポンじゃないわ。何がピンポンじゃん、お前。何がピンポンなの今何がピンポンだったかなルナの好感度が1になりました。あ、増えたってこと ?0 から1になったってこと好感度上がったんじゃ今。ゲーム中ではルナの好感度が上がると好感度イベントが発生します。ルナが喜びそうなセリフを選んで好感度を上げましょう。あ、好感度システムあるんじゃ。 当時の人魚事件編にはなかったなこれ特集イベントができるだけ見たいなそれにしても暑いねもう夏だしなあの村泊まれるところがあってよかったよねああ人魚の居場所として特,さ特定された村では水ズミという旅館が営業されていた 電話を通じ、予約も取れた。営業しとったっけ水見。え、旅館はちょっと、もうやってない旅館に昔のやつは行っとったんやけど、今でもやいよんだよ、こっちの話じゃ。俺たちは、水見草に宿泊し、人魚の居場所を探し出そうとしていた。恐ろしい歌を歌う、人魚。なぜ、山奥の村にいたのだろうか 都会が嫌になったんじゃないのかな男性を引きずり込み何を企んでいるんだ俺たちは引きずり込まれた人々を助けることができるのだろうか <noise> どうしたいきなり四季夢見てるわ夢見てる。<laughs> <laughs> なんんな今の突然の。突然のタイトルコールなんだったん <laughs> 俺もそれっぽくちょっと言ってみたらいなから。はっっっっっって。叫び声がさ反響して流れるやつあるよね。なんかそういう心霊、心霊の話をするような番組とかにあるよね。<laughs> それちょっと意識してみましょうな。 <laughs> あれバスの運転手さん、なんか、<laughs> 腕、なんか、モコモコってなってませんモコモコって言い方はおかしいけど、モコモコってなってません、ね、なんか、うろこみたいな染みついてませんなんか、モコモコってなってますよ。どうしたんですかどうしたんですか寝不足すっか着きますよ、お客さん。でも、これ貸し切りなもしかして貸し切りもしかして。すげえな。<laughs> すげえ<ー>な。<laughs> 夢見家けの、夢見家けの資産すげえだ、お前。こんなバス貸し切りできるのお前ら。学生の身分で、お前 ありがとうございました気をつけてね、お嬢ちゃん。また、何か一緒に遊ぼうな。遠くまで、ありがとうございました。兄さん、この村にどんなご用意で来たんですもしかしてお二人、兄弟いとはいえつき合ってるんですかえああ、人ん事件のことは言いたくないなー。うーん。 お前に言うことは何もないなんだこの人 <laughs> 今ちょっとバスガイドバスの人バスの運転手さんしょぼうっていう顔になってると思います顔を映ってないと思う映ってないけどわからないけどしょぼうという顔になってると思いますお気をつけて <laughs> ごめんなさいごめんなさいなんか <laughs> ありがとうございますごめんなさいね無視しちゃってウツボブラ 地図ある着いたねああ何するとりあえずチェックインすもそうよお兄ちゃんちょうど地図があるよほとんどんかすれて読めないんだけどバス停はここか私たちが行くみずみそうはここだね旅館まで結構歩くね仕方ない 歩こう、ルナ。はいなんでそんなに伸ばしたんだ、ルナ。あと、ルナちゃんに地図を渡さないように、ルナちゃんに地図を渡さないように、ルナちゃんが案内したら、案内したらなんか迷いそうな気がする。俺はそう思うよ。本当に山の中だな。 どこまでの森林だねルナああ効果の的に言うだら疲れてないいやなあと飲み物ある誰かいないあ誰かいないもちょっと気になるなああどうしよう ルナちゃんのことをねぎらうか誰かいないかっていうさ周りのちょっと景色見るかちょっと気になるわあどっちも見たいどっちも見たいわあーでも好感度あげようか今回はルナちゃんの好感度あげたらイベントも見れるからなお前俺はルナちゃんのことそんなに好きではないんだけど好感度みたいからルナちゃんに優しくするわ俺ルナ使えてないか大丈夫だよ お兄ちゃんと散歩できるのが嬉しいな。彼女みたいになれて嬉しいな。恋とつなぎがしたいな。そうか。頑張って歩こるな。ルナうん。やったー交換度が2になりました。これ2つ以上、交換度が2つ以上一遍に上がることってあるんかな民家が見えてきたぞ。ボロボロだね。 ほんとに人がいるのかないたら、そんな家に住んでいる人のことを気が知れねえな。さしてみよう、ルナ。あ<っ>ああ、おっさん、おっさん、おっさん。 なんか、鶴瓶のそっくりさんみたいな、<laughs> 鶴瓶さんのそっくりさんみたいな感じの人が出てきた。<laughs> 若干似とるな。ほんとだ。すいません。どうしたんだね。みずみそうまで、あとどれくらいですってかみずみそうは、黒坂登ってすんとこだよ。そうですか。ありがとうございます。お前最後きどっから来ただね 東京からですはい、どこから来ただなまあゆっくりして行ってくれろ。<laughs> どこの方言なんだろうこれどこの方言なんだろうくれろって初めて聞いたのこれ。ありがとうございますラブハートこの村の門は夜になるとみずみずに集まるだよ。坂もいすんだ。 ええー、楽しそう楽しそうって思う。ルナちゃん見せねえだろ俺も行くでよみんなでワイワイ楽しくやろうやはーい俺は、タゴサクっつだよタゴサクタゴサクさん、すごい名前の人やな。全国に100人もいなさそうな名字の人やな。タゴサクって下の名前かな。俺は、夢見てるです。 夢見るなでーす。自称18歳でーす。嘘をつくな。夢見て夢見てるに夢見るなか。だが面白いね名前だな。お兄ちゃんなんか聞くことはない？そうだな。 電気,気は通ってんの電気は通ってんのそんなこと、いき初対面の人にいきなり聞くかなどこに住んでるのどうやって暮らしてるどこに住んでんのって。あ、でもこれ、このあたり、どうやって暮らしてるとか、そのあたりもしかしたら、後々事業になってくる複製かもしれんな。どこに住んでるのボロボロな家が多いですけど、どこに住んでるんですかボロに見えるんけど、自力でリフォームしてくから、住める家が多いよどう素晴らしい。 DIY や。DIY やん。最近よく聞く DIY やん。この年、この年って言うたらなんか年寄りっぽく見えてますって言い方があれやけど、DIY してんだよ自分で。えー、いいっすね。<laughs> あのてるくんさらっとさ、ボロ、ボロボロの家って言うのちょっと失礼じゃないっすか。あ、そうなんですね。自分たちでやるねってすごいね。えへ、田舎なめたらダメだぞ。そんじゃな。 みずみそんはね。水見村の村人の集会所にも使われてるんだなそなに遠くなさそうだし行こうルナうんおいちょっと見えてるおいなんか見てるよこっちなんかすごい青い人のすごい青い人の <laughs> 見てたようーんうーん何食べたらあんな色になるんだろうな肌の色ルナの高感度イベントが発生しました 他のイベントたこんなのどかなところを散歩できるならお弁当とか持ってくればよかったねハイキング気分じゃないかお前はそうだなルナの好きなものを入れて持ってくればよかったお家でご飯作るのはお兄ちゃんがやってくれてるもんねあそうなんじゃ私もお手伝いしてるけど上手にできなくてごめんねきにしなくていいよルナ 未来の君は結構料理できる家事ができる女の子になってるからねルナはいつも手伝ってくれるから助かってるよありがとうルナおにいちゃん <laughs> お,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 お兄にいちゃんにほ褒めてもらえたああ大好きおにいちゃんもう大好きそれはおにいちゃんもわたしと大好きってことだよね愛あいしてるう,うんうん結婚しよう。 わしもいっぱいお勉強してお兄ちゃんのお嫁さんになるからねえお嫁さん高いところまで来たねこの景色、ネットで見たなそうなの YouTube ほらこの場所だよ本当だー うわ、何もないね寂しいこの写真をアップした人はこっから撮ったんだなまだこの村にいるかもしれないねそうかもしその人に会えれば何かわかるかもしれないね旅館に着いたら探してみようねそうだなそれにしてもインスタ映えしないような写真だね そうだ。この風景、豪快そうどで撮影しておこう。えー、えお兄ちゃん、別にこんなところ、インスタグラムにアップしてもインスタ映えしないよ。カメラマークをタッチしてください。これ。これよし。これでよしと。それじゃあ行こう、ルナ。 うん。ああ見えてる左下に見えてるよこ、この角どこ、どの場所いるんだお前。どの場所いるんだお前。どの辺でだだじゃ今。そんな近くだったら、てるくんたち気づいてるぞお前。みずみそ、ここだな。大きいね。ああ。立派な建物だな。ああもう、もろに前におるやお前。もろに正面おるやお前。<laughs> んじゃねえわお前。んってところですまんぐらいや。お色変わった。どうしたのお兄ちゃん。いや。誰かが見ていたような。誰かが見ていたよな,よないようななお前。<laughs> もろそばにおったような感じだったぞ今お前。そばにいるねえやなそばにいるねえやな青山テルマやな <laughs> え 村の人かな村の人だろうか分からないいや見てるだけというより後をつけられてるような感じがしたんだけどな後をつけられるとこじゃなかったそばにおったもんそばにおったもんなんだろうお前誰だろう怖いねー怖すぎだねー早く旅館に入ろう お兄ちゃんああ景色の色が変わったことにはノータッチ